こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。政府が承認、計画が実行に移された F3 戦闘機開発だが、日本の技術を高く評価している国があった。それは米国なのだが、今までの日本とは違う技術があることに今頃気づき始めた。それが IHI ジェットエンジンに米国も注目を寄せている。どこが魅力的かというと、XF9 プロトタイプエンジンは非常にコンパクトだ。それでいて、F22 戦闘機ジェットエンジン F119 に匹敵する能力に、日本は F35 ステルス戦闘機パートナーに打診をした。では今回このパートナー打診の結果を詳しく見ていきましょうね。アメリカから第5世代戦闘機 F35 ライトニング2の導入を日本は進めています。アメリカ以外では世界で最多数の合計147機を調達することを決定しました。その147機の内訳を紹介します。陸上滑走路での使用となる A 型42機は、すでに決定していましたが、追加として63機の購入が決定されました。A 型は計105機ということになります。短距離離陸と垂直着陸が可能で、護衛艦、出雲、や、加賀の艦載機にもなる B 型戦闘機は42機の、導入ですから、合計で147機というわけです。147機といえば、かなりの数字です。これほどの数の F35 ライトニングに、戦闘機購入を決定した日本ではありますが、一つ課題があるのです。それは、この機体の開発段階において設置されている F35 プログラムの、開発パートナーとなるのは難しいということです。というのも、日本は以前、この F35 プログラムの開発パートナーの打診を受けていたのですが、その当時は外国への武器輸出を規制する法がありました。その緩和前だったので、諦めざるを得なかったという経緯がありました。ところが、トルコは、アメリカとは、長年の因縁のあるロシアから、S-400 ミサイルを購入したのです。強硬という表現に、ふさわしい行動でした。これに憤慨したアメリカは、トルコへの売却を決定していた F-35。A 型戦闘機の引き渡しを拒絶したのです。F-35 がないわけですから、開発パートナーとなる国の席が空いたことになりました。日本は、この間、平成26年4月1日に、防衛総装備移転三原則を内閣が承認していました。この、防衛装備移転三原則というのは、基本的に武器の輸出入を認めた上で、禁止する場合の内容や厳格な審査を規定する内容となっています。つまり、今までの政策を変え、簡単に言えば、武器を障害道具にすることにお墨付きを与えたということになるでしょう。
日本は制約がなくなったのでラッキーと思ったのか、ドレコの代わりに開発パートナーになれないかとアメリカ側に尋ねてみたと伝えられています。結果としては失敗でした。アメリカは F-35 ライトニング2戦闘機の開発初期段階から参加していない国、日本を後から受け入れる気はなかったのです。日本の希望は叶いませんでした。日本が振られてしまった開発パートナーですが、開発費の拠出額の割合に応じてレベルが3段階に分けられています。そして各段階ごとに設定された権利を持つということが公にされています。わかりやすく言えば、出したお金の額によって権利の大きさが違うということで、高い金を出せば意見も通りやすいということでしょうね。開発パートナーの中で最も高いのがレベル1で、イギリスです。イギリスは全体の約1割にあたる約2700億円を拠出していて、アメリカ以外では最大の情報共有ができるということです。具体的には F-35 ライトニング2戦闘機の使用に関わることもできますし、同時に、その技術へのアプローチから移転までが正式に認められた国ということになります。イギリスはアメリカ以外の唯一の国ということになります。その次のレベルには、約1080億円を拠出したイタリアと、約870億円、拠出したオランダの2カ国です。イギリスは F-35 ライトニング2戦闘機の最終組み立てから検査する許可を持ち、オランダは部品を製造する許可を持っています。最後はレベル3です。約100億円前後を拠出したカナダ、オーストラリア、ノルウェー、デンマーク、そしてドレコがこれに該当しています。レベル2国より低いランクの部品製造を許可された国で、パートナーの中では最も多数を占めています。開発パートナー国としての権利と義務が認められているわけですから、ある意味最も気楽なレベルと言えましょう。ドレコもレベル3の国に含まれていました。前述のようにトレコがロシアから S-400 ミサイルを購入することがなければそのままだったでしょう。アメリカのトランプ政権はトレコがロシアから S-400 ミサイルを導入したことに激怒して、決まっていたはずの F-35A 型戦闘機の引き渡しを白紙撤回してしまいました。いずれにしても、アメリカとしては F-35 ライトニング2戦闘機の開発の初期から資金を出していない日本を今さら入れるということは、最初から資金を出していた他国への兼ね合いもあって許可できなかったのでしょう。席が空いたからといって他の国を座らせることはできないという意味と思われます。ちなみに、日本の開発を予定している新型第6世代戦闘機 F3 ですが、令和2年度予算に280億円を計上することを決定しました。それと比較しても、開発パートナーレベル3の条件である約100億円は、
国家予算の中では高額だとは言えないようです。ただし、これから始まるはずの第6世代戦闘機の開発とは状況が異なっています。すでに形が固まりつつある第5世代戦闘機 F-35 の開発のために、改めて費用を投じてまで参加することには、果たして意義があるだろうか、と疑問視する声が国内でも少なくないそうです。確かに、将来的に新型を開発する費用ならわかります。お金を出す以上、意見も言えるはずですから。でも、もう半分以上出来上がっているものに、今更投資するのはいかがなものでしょう？出来上がりつつあるものに、自分の意見を表明しても、は取り入れては、もらえないでしょうし、はっきり言ってお金の無駄ではないかとも感じられますね。さて、トルコの話に戻ります。ロシアからミサイルを導入したため、 F-35 の開発プログラムから締め出されたのですが、ロシアへの接近状況がアメリカとの対立だけではなく、もともとギクシャクしている周辺国との深刻な対立を招き、軍事衝突の可能性すら心配されるようになってしまいました。まずは、東地中海における一方的な排他的経済水域宣言による油田調査に関して、トルコとは利害対立しているギリシャの国防大臣が武力衝突も辞さないとマスコミ向けに発言しました。キプロス紛争などもありますし、この2国には火種が絶えません。また、リビア内戦に軍事介入していたトルコに対して、地中海を挟んだエジプトが国境地帯に戦車を集結させたという情報もあります。トルコの対応以下によっては、エジプトとも武力衝突の可能性が大きくなっているようです。